はい、皆さんこんにちは、ワナルグルフィジです。では今回は提督の件なんですよ、日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。前回ですね、ポートモレスビー攻略を始めているんですが、まあその中で空母飛龍、これが撃沈、さらに加賀も敵潜水艦の魚雷攻撃によって撃沈されて2空母を失うという大損害を受けています。まあそんな中ですね、ポートモレスビーの攻略を強行するのか、それとも中止して撤退するのか、まあ、少し考えて皆さんのご意見とかアドバイスとかも参考にさせていただいて、ポートモレスビー攻略を続行することにしました。まあ、すでにヤマトを含む第1艦隊、さらに第15、第16の両艦隊がポートモレスビーの基地に肉薄している状態なので、もうこのまま水上部隊をポートモレスビーに突入させます。で、ラバウル、ウェイワク、さらに第4艦隊ナグモさんの昇格随格から航空隊を発艦して、これを一気に攻略していくという戦いを行っていきたいと思います。では早速、指示を出していきます。まあ、第1艦隊、さらに第15艦隊はね、すでにポートモレスビーを射程圏内に収めているので、第16艦隊ですね、この第16艦隊には第14師団が入っているので、この14師団をうまく活かしていく必要がある。さらに第14師団を失うわけにもいかないので、まあ、少しね距離を取りつつ、とはいえ射程圏内に入っていきましょう。で、空母は現状維持ということになるかなと思います。はい、で続いてですね、飛龍を失った第5艦隊蒼龍が駐波している状態なので、これはトラックに入れて、現在トラックで修復に入りました。第5艦隊こちらですね。さらに第10艦隊、これもね蒼龍に随伴してトラックに入ってますので、修復とあと兵装プラスアルファということで、対空レーダーを今装備する準備に入っています。まあ、これはね、準備が整い次第再び先生に復帰してもらおうという艦隊です。で、続いて、札幌ですね。前回これが一番驚愕でしたけど、札幌が敵に奪われてしまうという事態が起きましたので、もう札幌の奪還に第13、第14艦隊を向かわせています。第13艦隊ですね。これは砲撃を持って、敵のね、今や敵になってしまった札幌、これの奪還を行っていきます。札幌をこのままアメリカ軍に渡しておくわけにはいかないですからね。札幌は帝国海軍の手によって奪還していきましょう。で、第14艦隊。まあ、ここは空母、巡洋。まあ、すごく戦力としては、乏しい空母艦隊にはなってますけども、まあ、貴重な戦力にはなってますからね。これもしっかり使っていきましょう。まあ、札幌を奪還して、厚戸も取れれば、だいぶ変わってくるかなとは思います。で、さらにですね、第7艦隊なんですけども、まあ、もうここに留め置く必要もないので、この第7艦隊に関しては、一度、札幌攻略の方に任務を変えていきたいと思います。厚戸攻略はね、一旦解除。その上で、改めて、札幌奪還って言った方がいいのかな。この作戦に参加してもらいます。まあ、札幌を取り返したら再び、札幌を守るためには厚戸を取るということをね、やっていければいいかなと思ってます。続いて呉の方では陸戦隊をね、新しく配備しておきたいと思います。これを陸路札幌に向かわせると、このままではね、
札幌を敵に奪われたまま、見過ごしてしまうことになりかねませんので、陸路でも向かわせます。で、補充する意味で陸戦隊を新たに配備していきましょう。まずは、今いる陸戦隊を向かわせていきましょうか。クレに入っているこの第一陸戦隊、これを札幌に向かわせます。まずは東京からさらに札幌に向かってもらいます。で、最後にですね、人事見直しました。第三艦隊と、あと基地航空隊に司令官任命した方がいいですよというね、アドバイスいただきまして、彼らをね、配備するようにしています。まあ、第三艦隊には豊田さんを入れたりですね、あとは基地航空隊、これもね、配備を進めています。これによってね、ラバウル航空隊、さらに、ウェバックの航空隊、で、ここのね、増強が期待できるかなというふうに思っています。トラックの航空隊の方にも原さんを新しく就任してもらっています。ハワイ、ウェイワーク、ご覧のような陣容。特にね、ハワイ航空隊は重要なので、宇垣さんに入ってもらいました。で、サイパン、ラバウル、ミッドウェイと。ミッドウェイにはね、伊藤誠一、中将、弱任してもらっています。まあ、こんな陣容になっていますね。ではこれで時間を進めていきたいと思います。では戦闘命令フェーズです。第一艦隊以下水上部隊はポートモレスビーに航空攻撃を仕掛けていきましょう。まあ、索敵をね、うわ雨か、ただこの雨むちゃくちゃ嬉しい。敵も攻撃できないということですからね、ここで仕留めましょう。雨の降っている今この瞬間、こんなに嬉しいことはない。これなら、ラバウル、ウェワク、基地航空隊は出せるっていうね、好環境ですね。唯一出せないのが、ポートモレスビーの基地航空隊だ。これだったら、叩けそうだな。こういう運要素も結構絡んできますからね。この運要素を活かしましょう。三個艦隊から砲撃で、まずは敵の飛行場ですね。これを潰してしまって、あとはじっくりね、味方の航空隊でいたぶりましょう。第四艦隊も昇格随格、発艦してもらおう。これで、ポートモレスビーさえ取れれば、あとはガダルカナルを取り、このソロモン、ニューギニア方面のね、制圧が完了すると、いうことになりますからね。前期爆走の状態で、攻撃。ちょっと今、索敵をしなかったけど大丈夫だよね。そういう心配があるので。まあちょっとラバウルだけでも、ウェバクだけでも索敵を2回3回とやってから空撃に出しましょう。まあ今回はね、敵の空撃がないので、敵の艦隊さえいなければ、まあ索敵、しなくてもね、大丈夫かなっていうのはありますけど、まあ、そういった慢心がとんでもないことを引き起こすことがありますからね。まあ、ハワイはいつも通り索敵だけ行っておきます。はい、ではこれで攻撃見ていきます。
まずはラバウルの基地航空隊ポートモレスビーに攻撃を仕掛けます。まあ損害出るよね、それなりにね。ただ第5師団を35削ってくれたか。これは大きいな。このペースでガリガリ削ってほしいね。上は基地航空隊ですね、続いて。まあ、上は基地航空隊はね、ラバウル航空隊に比べると半分の戦力なので、まあ、それでも15削って、第5師団を虫の息にしてくれたね。で、輪っか内に敵艦隊接近。札幌をなんとか奪還してね、安心感を取り戻したいですね。では、ここから水上部隊の打撃に入ります。もうここはもう確実に敵の基地、航空基地を叩くという作戦ですね。是が非でも、このターンで仕留めないといけないので。攻撃目標を飛行場に絞ります。では、見ていきまーす。ここで、飛行場を潰せれば、流れは一気に、我々の方に傾いていきますからね。それにしても、最近はね、中国近辺が騒がしいですよね。まあ、習近平さんを国賓で迎えるのか否かっていうところもね、個人的には注目してるんですけど、あれも報道だとね、白紙になったっていう報道もあれば、いやいや、そんなことはないよっていう報道もあり、どっちが本当なのかっていうのはね、もう我々には報道でしか知ることができないので、まあ、できるだけね、その正しい報道を事実に基づいてしてもらいたいなとは思うんですけど、どうなんでしょうね、本当に。ここには二つ飛行場があるので、この飛行場二つをね、今回の水上部隊、第1、第15、第16の3艦隊で確実に潰しておきたい。まあ、そういうところですね。これで潰せれば、それで、敵基地航空隊の脅威というものが、なくなりますからね。さあ、飛行場に被弾。大破、使用不動。OK だ。まず一つ目、飛行場破壊しました。で、飛行場に関して言うと、月をまたぐと回復されてしまうので、今7月18日と出てると思うんですけども、7月中に攻略をしないと、飛行場が回復してしまいます。まあ、そこだけ注意点ですね。では、第2飛行場の方に向かいましょう。このまま行けば、敵の飛行場を破壊して、あとは、基地航空隊による敵の陸上戦力のね、撃滅を行えば、上陸が可能と、占領が可能という状態ですね。陸戦隊の数をもっともっと増やしていかなきゃいけないので、クレにいくつか艦隊を戻してですね、ハワイの方にも4師団、ミッドウェイにも2師団、で、ラバウル、ウエバク、そして、ポートモレスビーを取ったら、このポートモレスビーの防衛のための戦力と、プラス、ガタルカナル島攻略のための戦力っていうね、かなり、陸戦隊の数が必要になってくるので、陸戦隊の数をね、増やしていくということもやっていく必要があると思ってます。では、このまま、敵の飛行場の破壊を行っていきます。はい。これで飛行場二つ目も使用不能にしました。これで、あとは敵の陸上部隊をね、破壊していけば、
揚陸隊を突入させることができます。はい、実は駆逐艦遺跡渦吹きを失いましたが、それでも敵の飛行場を2つ破壊するというね、一番の目標を達成することができましたので、このまま、残りの作戦もね展開していきたいというふうに思います。第一飛行場、第二飛行場を破壊、さらに敵の第五師団も破壊しています。残り三師団、これを破壊して陸戦隊を突入占領という作戦ですね。では進めていきましょう。続いて第四艦隊からの航空隊、敵のね迎撃がないので、安心感しかないですね。喪失が合わせて19機で、削ったのが15か。もうちょっと削り欲しいけど、贅沢は言えないですね。では第16艦隊が基地に攻撃をかけます。ここも数をしっかり削ってもらいましょう。987、合わせて24ですね。そして大和の第一艦隊、ここの火力に期待するしかないからね。頼むぞ。ここは14、17、13、さすがですね。44削ってくれた。これで次のターンでここの攻略が見えてくるかなというところまで進んできましたね。ではこのままポートモレスビーの攻略戦は続けていきましょう。ではまずですね、クレの方なんですけども、師団を配備してありまして、第3陸戦隊配備してます。これに続いてさらに陸戦隊を、最大4個まで置けるので、4つ早々に配備しちゃいたいと思います。でハワイの方から、艦隊を1つ2つ、このクレに一旦戻して、陸戦隊を積んでハワイの方に戻ってもらうというのをねちょっと考えておきたいと思います。なのでこれで4つの陸戦隊が陸軍の師団を含めて配備された状態です。で第13、第14はこのまま一度東京に入ってもらって、東京を経由して札幌の奪還ですね。東京で陸戦隊、陸軍の師団を乗せます。でハワイの方からは艦隊を2つほど引き抜きましょう。第2艦隊は今どういう状態だろう。第2艦隊の物資が十分であれば第2艦隊を一度クレに戻します。でもう一個ぐらい艦隊をね用意して、一気に陸戦隊をハワイとミッドウェイに届けましょう。ハワイとミッドウェイ陸戦隊が 1-1 という状態なので、やっぱり不安なので、せめて 2-2、 ハワイに関してはもう絶対に取られたくないので、4つ置きたいぐらいですね。ちょっと今その余裕が残念ながらないので、まずは 2-2 というのをね一つ考えておきましょう。では第11艦隊を一度クレの方に戻します。で残りの兵力でハワイを、守ってもらうと。で第2艦隊今策的に、ハワイの湾口施設から出てたので、第2艦隊の代わりに艦隊を一つ外に出して策的の任務に当たってもらいましょう。これも怠ってるといつの間にかハワイの近くに敵艦隊出現ということになりかねないのでね、そういう事態を避けたいという思惑です。敵の方もそろそろ SX 級がね出てきそうな気配があるので、時期的に SX 級はアメリカ軍の最新鋭空母、100機以上搭載できる空母になってるんで、これをね相手にするってなると、ハワイの方にもしっかりとした防衛の軍を置いておきたいかなと。ちょっと待ってね、これでも第9艦隊って今陸戦隊2つ残してんのか。であればこの第9艦隊
の陸戦隊と第12師団を下ろしちゃうっていうのが一番良さそうですね。ちょっと忘れないうちに、出したばっかりですけど、第9艦隊の陸戦隊はハワイに下ろしましょう。これは絶対に忘れないようにしないとね。で、続いてポートモレスビー攻略戦の方を見ていきます。で、ポートモレスビー攻略戦の方は今回は曇りだよな。まあ、ただ敵基地の航空隊はもうすでにないので、この第20師団、第4艦隊に乗ってる第20師団を届けていきましょう。陸地を通ることはできないって言ってくるからね、ちょいちょい。さあ、これで行動力を2残しか、できればもうちょっと進みたい。1残しで空撃を加えて、より敵基地に近づき、第4師団の上陸を支援しましょう。そしたらもう第8艦隊は用済みなんで、第8艦隊はですね、一度クレイに戻して、クレイから陸戦隊を積んできてもらって、ガダルカナル攻略のための戦力として使っていければいいかなと思います。札幌が取られたままというのがむちゃくちゃ気持ち悪いですけど、ラバウル、上枠の安全が確保されつつあり、かつ、ポートモレスビーが取れるとなれば、差し引きプラスかな。まあ、札幌をね、アメリカ軍の方も維持するのはかなり厳しいとは思うので、我々ので時間をかけてでも取れれば OK というところですね。では、戦闘命令フェーズに移っていきまーす。では、第4艦隊の方から行動力1残ししてますので、ガダルカナルから攻撃食らったら最悪だけどね。ここから空撃をかけていきましょう。そうか、第4艦隊、ガダルカナルから空撃を食らったら最悪だな。今、直縁を上げてないですね。これは迂闊だったなぁ。これが、今の気づきが、フラグになってなければいいなぁっていうね。これで昇格髄核2空母損失っていうことになると、今、動ける正規空母ゼロっていうことになるんで、ちょっとタイムリープ案件に、ここまで進めたのになっちゃうっていうのはね、悲しすぎるので、できればそうならないように祈りましょう。では、水上部隊は砲撃戦を行い、敵の陸上戦力を潰していきます。で、もちろん、ウェワク、ラバウ、両基地航空隊も同様に砲撃合わせて航空隊を発艦してもらいます。この段でおそらくね、ほぼほぼ削り取れると思うので、削り取ったら、一度、さて、近辺に敵艦隊あるやも知れず索敵されたしと。そういうこと？まあ、じゃあまずは索敵を行いましょう。ここは心配だな。大丈夫だよね。ラバウルの基地航空隊の司令官は伊藤さんだったかな。慎重な発言で言っただけっていうことであればいいんですけどね。では空撃、全機出撃です。
運営枠の方も一応策的を行いましょうか。いや、昇格随格心配だな、ここに来て。直縁を上げるっていうのを癖にしないといけないですね。思いついたら直縁じゃなくて、直縁を上げるのをもう癖にする。そうしないといつまで経ってもこの痛い目を見るっていうね、状況続きますね。ではポートモレスビーに攻撃を仕掛けていきまーす。では上枠の基地航空隊からです。ここからはね、戦果に期待して見ていきましょう。上枠の基地航空隊、大西さんですね。まあ、ここも損害がだいぶ大きくなってきてるけど、ボトムレスビーの基地航空、第5師団、イギリス軍の第5師団が追加になってんだ。いや、ポートモレスビー本気で守りに来てるな。さっきね、アメリカ軍の第5師団を潰したんですけど、今回新しくイギリス軍の第5師団が投入されてますね。これ陸路で来るってことはないので、これ艦隊が届けに来たのかな。ちょっとそういう想定ではなかったんですけど、敵の艦隊がいる可能性がありますね、この海域。すべての敵艦隊を潰した、そういう想定だったんですけどね。ラバウル基地航空隊が29削ってくれました。まあ、まだまだ敵の手段は多いな。さあ、ここからは水上部隊ですね。まあ、もうどんだけ戦力を削られてでもここまで来たらポートモレスビーを取る、まあ、そういう覚悟を持って挑みましょう。心配なのがね、昇格随格をどこに置いとくかですね。敵のガダルカナルの基地航空隊の空撃の範囲に留めておくのが危険だし、かといってポートモレスビーに近づくと、今度はダウンヒルとかね、あの辺りからオーストラリア軍が襲ってくる可能性があるので、本当に悩ましいところですかね。削っても削っても増えてくるからな、こいつら。ヤマトの攻撃。ヤマトの攻撃でどんだけ削ってくれるか。ごっそり削ってくれればいいんだけど。削るね。ヤマトは削るね。ヤマト長門は削るねって感じですね。はい。まあ、あと2回、3回と攻撃を仕掛ければ、取れる時も近いかなという感じですね。昇格追加の攻撃隊です。はい。32削ってもらって、第18海兵隊がもうすぐ壊滅ですね。このまま攻撃をね、続けてもらいたいと思います。で、第8艦隊に敵潜水艦、接近。まあ、第8艦隊はこのまま逃げ切りだな。ただ、この辺りに潜水艦がいるというのが分かったので、まあ、昇格随格、ヤマトを中心にね、しっかり、防衛をしてもらいたいと思います。潜水艦で、加賀が撃沈された苦い経験があるのでね。これ、ポートモレスビーに日本軍の第14師団、つまり陸軍が侵入してるね。しかも、無双級の強さを発揮してくれている。さすが、帝国陸軍強い。これで一気に攻略が進みそうな気配がありますね。はい。では、ちょっと長くなってしまいますが、すごくいい感じで来てるので、ちょっとこのままね、続きをプレイさせてください。第4艦隊の位置だな。第4艦隊。大丈夫そうだね。このまま第4艦隊は突入させよう。昇格随格。
この位置からもう少し左、マップ上の左ですね、によって、そこで、ちょっと様子を見守りましょう。索敵もね、しっかり行いたいと思うのと、直縁も上げましょうと。先に直縁上げよう。もう、1にも2にも直縁を上げる。空母艦隊を操作するときは、直縁を上げる。それをね、徹底します。冷戦の方に、これを直縁で上げる。12機だけ。ちょっと心配なので、直縁は、昇格、追格。両方から出しましょう。数としては20機強ですね。まあ、艦隊の直縁としてこの数が適正かっていうと、もうちょっとあった方がきっといいんだろうなというのはあるんですけど、まあ、今はポートモレスビー攻略まさにその最中というところもありますので、そっちを優先しましょう。戦力的にはこれで次のターンで再びね、ポートモレスビーを吸収してもらいます。で、第1、第15、第16、突入した水上部隊は現状維持。うまくすれば、陸軍がね、ポートモレスビーを取ってくれる。まあ、ポートモレスビーを陸軍に明け渡すのがいいのかというのはもちろんあるんですけど、まあ、まずはポートモレスビーを敵の手から奪うというのが第一目標なんで、まあ、それがしっかり果たせるように、ここは陸軍、海軍、協力していきましょう。ハワイの方なんですが、早速第9艦隊出したんですけど、第9艦隊の貴重な、陸戦隊はハワイに乗せたいの、入れたいので戻ります。ちょっとここは本当に迂闊だったな、もったいなかったですね。一旦で代わりに他の艦隊を出しましょう。ハワイに入っている第3艦隊、第6艦隊。これ陸戦隊乗ってるか乗ってないかはちょっと見ておきたいな。まずは第3艦隊は乗っていないのを確認したので、豊田さんですね。これ、ハワイ沖に出して、ここで、索敵に入ってもらいます。で、しっかり索敵して敵の艦隊が来るようであれば、まあ、防衛を行っていくということになろうかと思います。で、第6艦隊の方は陸戦隊がいるかどうか見ましょう。いれば下ろしちゃいましょう。いないね。いない。いる唯一のところを取っちゃったんだね。はい。じゃあこれで OK です。で、続いて東京の方を見ます。呉の方には、陸戦隊をね、下ろしましたけど、まあ、これが、運べるようになるには艦隊が必要なので、艦隊の到着までしばらく呉の方はこのまま。一方、東京の方ですね。ここにいるのが陸軍の師団がいるので、これを札幌の方に持ってきます。はい。では戦闘命令フェーズです。まあ、ここは今まで行ってきたことをそのまま行っていきます。空母、岸航空隊は空撃。水上部隊は突入と。で、索敵をね、ちょっと行っておきます。敵の艦隊が近くにいるっていう情報もあったので。敵の艦隊はいない。では、空撃を行います。まあ、陸軍の師団がね、だいぶ奮戦してくれてる様子があったので、うまくすればこのターンでね、攻略が叶うかなというふうに思います。では、直縁を除き全機出撃。で、まあ、ラバウル、ウエガクの両基地航空隊、少し消耗してきているようなので、できればね、早めに攻略を完了して、両基地航空隊に航空機の補充を行いたいと思いますので、できればね、今回、ここで決めてしまいたい。そんなように思ってます。で、最悪でも次の段ですね。一応第4艦隊、昇格追格のところに陸戦隊入っているので、この陸戦隊で次のターンでね、占領すると。
最低でも、できればこのターンで陸軍でもいいので取ってもらう。それが一番いいですけどね。では続いて上枠の基地航空隊も全機出撃していきましょう。数がだいぶ減ってきてるのでね、一回一回のパンチ力は航空機の数が減ってきてる分落ちてくるんですけど、その分を補ってあまりあるほどに陸軍の第4師団だったかな、なんか無双級の強さを発揮してくれているのと、あとやっぱりね、ヤマトからの砲撃ですね、これは相当効きますね。46インチ砲の威力と考えると、帝都軍決断砲なんかだと、まあ正直言って、まあ中盤以降戦艦、まあヤマトも含めですね、活躍の場というのはほとんどないんですけど、この帝徳の決断2の場合だと、まあ、決死隊という意味で突入をして、そこで敵の飛行場を蹴散らすことができれば、戦艦弩級戦艦であれば使い道がいくらでもあるっていうね、まあ、そういう意味では沖縄に突入し陸上砲台と化すという、まあ、そういうのもね、この帝徳の決断2ベースで見ると全然理にかなったというか、あり得る作戦だったのかなっていう気はしますが、ではこれで戦闘結果見ていきましょう。ここで落とすためには1回1回の攻撃でダメージを与えてもらいます。まずは上枠の基地攻撃隊、こういうところでね、数を削ってもらう。まあ、未帰還の数が多すぎるな。3分の1が未帰還だからな。で、8か。削ったのは8。で、ラバウルの基地航空隊、伊藤誠一さんが司令官ですね。ここの方がまだ数が多い。ので、まあ、削りに期待ですね。アメリカ軍の第16師団を壊滅。よし、悪くない。陸軍の師団が強いので、50ぐらいまで減らせれば、あるいはそこで終了できる可能性があるので、しっかり、ここは、数を、1でも2でも多く削ってもらいましょう。第16艦隊の砲撃戦です。ここも14、4、5、まあ、23ですかね。削ってもらいましたね。で、ヤマト。このヤマトの攻撃で、できるだけ数を減らす。結果は、うお、めちゃくちゃ火力出るなぁ、ヤマトは。これで、第15艦隊が攻撃を加えて、昇格随格の航空隊が攻撃を加え、陸軍が落とすっていうね。まあ、ちょっと役割的にはそんな役回りな上に、オートモレスビーを陸軍の支配下に置くというのは、まあ、不本意ではありますけどね。飛竜と、加賀を失って二空を失ったという状況も考えれば、まあ、ただあまり贅沢も言っていられませんからね、ここは確実にオートモレスビーを取ったという事実を喜びましょう。では昇格追加の航空隊、ここで30に削れるかどうか。29、これで陸軍が侵入してくれれば削り取り完了かな。
ルナで戦ってる？よし。これで、第14師団でしたね。第4師団ではなく、第14師団でした。第14師団が、ポートモレスビーを占領。これで、帝国軍のものになりました。いやー、長かった。きつかった。もうこれで、作戦をね、ガダルカナル島攻略の方に向けていけるかなと思います。まあ、最後は陸軍が強かったですね。はい。というところですごく長くなってしまって、お付き合いいただいた方本当にありがとうございました。今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。